ニュース読む時の声の高さも NHK の方が低くちょっと低めなの、そうなんですね、NHK ちょっとどれぐらいでやってたの、まず一回 NHK でしょうね、小沢さんだけに、私もともと NHK でアナウンサーをしておりまして、転職をして今フリーでやっております、神田愛香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう大喜利が上手な女性芸人になったのかと思いましたけど、大喜利のルールが分かんないと絶好調でした。大活躍でしたよね。そうですよね、一本グランプリみたいな。いやもう本当にあの同じことは2回もできないですし、大喜利はもう、やっぱレベル高いなというか身に染みて感じさせられた1日でした先日は。はい、ありがとうございます。転職する気はないわけね、芸人さんに。あ、ね、無理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 、もう一生フリーアナウンサーでいないと他にも脳がないので一生フリーアナウンサー、はいはい、そうです、そんなことない、はい、ありがとうございます、はい、では皆さんにお話を伺ってまいりたいと思います。お願いいたします。お願いいたします。神田さんはフリーアナウンサーに転身、はい、そして井戸田さんは転職経験があると思いますが、そうですね、先ほどご紹介したような転職に関する失敗談、はいはい、そして体験談などお聞かせいただけますでしょうか。神田さんどうですか。私はあの NHK を退職するときにどなたにも相談しないで辞めたんです、ご自身で。そうです、やっぱりその転職ってあの今みたいにこう気軽にできる時じゃな、10年ぐらい前なんですよね。10年前はね、一大決心みたいなね、はい、そうなんですよ、やっぱ NHK ですもんね、はい、あんまりこう辞める方も多くないので、あんまりこう相談せずにあの思い切って一人で考えて辞めたんですけども、すごい勇気だ、ありがとうございます。辞めたらですね、あの思い描いていた、あのこととは全く違って、違った。一応のアナウンサーっていう枠では同じなんですけども、職業の呼び方では、でもやっぱり民放さんのアナウンサーと NHK のアナウンサーでは、仕事の進め方も違えば、求められるその役割も全然違うっていうことを知らなかったので、一から勉強し直す感じだったんです。じゃあもう最初からね、ゼロから、理想と現実のギャップが結構あったっていう感じですか。そうですね、もう声のニュース読む時の声の高さも NHK の方が低く、ちょっと低めなの、NHK ちょっとどれぐらいでやってた。まず一回 NHK でしょうね、小沢さんだけに、ちょっと NHK でちょっと一回どんなと挨拶でいいけど、皆さんこんにちは、正午のニュースです。これ NHK だ、はい、お願いします、はい、皆さんこんにちは、正午のニュースです。あ、ちょっと違いますね、微妙にちょっと上がるんですよ。そこはさ、民放の時の皆さん最初 NHK 正午のニュースじゃん、民放はちょっと夕方にしてほしかった。なんでなんでなんて細かい、分からなかった。そうすると突っ込みやすいじゃん、時間変わっちゃったってていうの、まあ芸人転職する気ないもんね。そうです、あーなるほど、そういう声のトーンだけを聞いてるだけだから。そうそうそう、何を勉強しに来てるんですか今別にスキル上げる場じゃないのよ、はい、勉強になりました。勉強になりました、ね、日村さんに怒られちゃう、こんなこと。そうなんですよ、声を低い方が、あのやっぱり災害報道とか、なるほど、説得力がね、いろいろなニュース読まれますってことは、民放説得力ないってことですか。え、違うんですよ、あのなんて言うんですか、あの全国津々浦々に NHK の電波が出てますので、やっぱりあの過疎地とかにお住まいのご高齢の方もニュース聞くじゃないですか。そう、低い方が、そっか、低い方が伝わりやすい。あ、そうなんだ。高い声だとあの聞いててお疲れになっちゃって、チャンネル消すとその方の命をこう守れなかったりしないということで、低く低い声を作ってたんですが、民放さんに行ってその声で読むとちょっと低いって言われて、ちょっと高めにして、もう一回声作り直したっていうことはあります。すごいね、すごい。今後フリーになるアナウンサーの方ね、参考になりますね。そうです、まあ、NHK からフリーになる方には参考になるかもしれない。かなり限定的ですけど、限定的だね。